では、えー、これから、えー、着物モデリングのリトポロジー編に入っていきます。えー、画面の方ではマヤ、えー、2 0 2 5ですね。えーまあ、現状、撮影時点で最新のマヤ、えー、を起動しています。えっとまあ、一応 まあ、2025号を、えー、使っていきますが、えー2020あ、2023ぐらいですかね。そのあたりからはあの同じ動作が、同じ操作ができるということは確認してますので、まあ、おおむね、えー、他のバージョンでも基本的に問題ないんじゃないかなと思います。えー、そして、フォルダーの中にはですね、ブレンダーでスカルプトモデリングをここまで進めてきました、えー、ハイポリの FBX ファイルが、えー、用意している、用意できている、えー、状態となっております。 えー、その FBX ファイルは、えー、後ほどですね、前、えー、の方に読み込んでスタートをします。リトポロジーについてなんですけど、えーまあ、大きくは手動のリトポロジーと自動のリトポロジーという、えーまあ、2つがあると思っていて、えーとーまあ、まず自動の方はですね、えーとーまあ、モデルを選択してで、えー、このぐらいの分割数にするっていうのを指定して、えーまあ、リトポロジーの機能をかけると全体的に自動計算されて、 えー、ポリゴン、ローポリゴンの状態にですね、持っていくことができるみたいな機能になってい,いるんですが、えっとまあ、マットボックス、えー、オートデスクのマットボックスとか、あとはツイブラシとか、えー、そういったソフトウェアではそういったあの自動リトポロジーの機能がついています。えーでまあ、その自動リトポロジーの機能はですね、まあ、どうしてもあの目の周りの、えー、トポロジーが汚くなっちゃったりとか、まあ、細かいところになるとですね、えー、なかなかあのトポロジーを自分で制御できなかったりします。 えー、なので、えー、手動リトポロジーの方、えー、を今回進めていきますで、えー。手動リトポロジーの方に関しては、えーとまあ、当然ですね、自分であの手でポイントを打って、えー、リトポを進めていきますのであの、時間がすごくかかってしまうんですけども、えー、ちゃんと綺麗な、まあ、自分が意図した、えー、トポロジーを、えー、作ることができるという特徴があります。 はい、では、えー、早速ですねマヤ、えー、の方でその手動リトポロジーの方ですね進めていきますまずは、えー、書き出しておいた FBX データを読み込みます、えー、左上のファイルボタンから、えー、読み込みで書き出しておいたファイルを選択しますはいこちらになりますが読み込みを押します で、えーとまあ、読み込みに、あのー、時間がかかるのは、モデルの分割数がですね、まあ、ポリゴン数ですかね、かすごく大きいので、あの読み込みに時間がかかるのは当然ですね。えー、また、そのえー、と読み込めなかった場合、もし万が一、あのー、処理落ちしてしまったりした場合に関しては、えー、ブレンダーの方に戻りまして、あのー、リメッシュをですね、あのー、数値少し あの調整することによってポリゴン数をですね減らしてから、えー、再度送り直してみてください。まあ、シーンデータにあのエラーがない限りは、えー、そういった対処で、えー、読み込みが可能だと思います。でそれからですね、まあ、今回、あのー、眼球モデルとか、えーこのロ,えー、ロケーターがあの読み込まれちゃってますけどこちらはあの特に、まあ、無視していただいて大丈夫です。 で、まあ、眼球モデルに関してはですね、えっ、ー、と、まあ、あって損はないというか、あの、まあ、あった方が、なんだろう、印象を確認しやすいので、まあ、これはあってもいいんじゃないかなという気がします。ロケーターの方はちょっと邪魔なので消しちゃっていいと思います。はい、デリートします。はい、こんな感じの状態になります。じゃあ次、えー、っと、まあ、目のモデルがですね、ちょっとこのポリゴン数少ないので、 3番キーを押して、えー、スムーズ表示ですねしておきます。こんな感じですね。で目のモデルが、えー、読み込まれなかった場合に目のモデル欲しいなっていう場合はここのポリゴンのモデリングのシェルフの中のスフィアこれを追加して目の位置にですねあの移動させてあげて印象を確認するといいと思います。<laughs> では、リトポロジー進めていきます。やり方をですね、えーまあ、ちょっと順々に説明していきます。えっと、このハイポリモデル、えー、オブジェクトをクリックして、で上の方のこの磁石のですね、まあ、いっぱいマークあるんですけど、一番右のアイコンを押します。これがライブサーフェースっていう機能になってまして、えー、今選択していた、ここに今緑色で表示されるんですけどね、緑色の文字になっているこのモデルに、まあ、吸い付くようにですね、 ポリゴンを配置したりすることができるようになるのがこのライブサーフェイスの機能になります。はい。で、えっと、このままだとですね、ちょっとこのキューブっていう名前になってしまっています。なので、ここを襟巻まき、えりまあ、巻きとかでなんで、襟巻きアンダーバー、はい。といった感じで、えー、分かりやすくですね、名前変えおいてください。そうするとこことこう一致しなくなりますよね。なので、一旦ライブサーフェイス切って、 オブジェクト選択、ライブサーフェイスを再度オンにしてください。で、そうすると、ここに、エリマきハイっていう名前が入りますね。で、このリネームの作業は、あの、後でもいいんですけど、まあ、あの、今から作り進めるモデルを、エリマきアンダーバーローっていう、ローポリモデルの,あの別の名前としてですね、あの、保存することで、まあ、後々ですね、データをベイクしたりするときに、あの、ハイとかローとかっていう名前で見分けられると、すごくやりやすいので、まあ、 ちょっとどこかのタイミングでリネームはしておきます。じゃあ、えー、リトポロジーの次の、えー、操作としましては、えー、右側のですね、えー、モデリングツールキットを開きます。<laughs> で、えーと、使う機能としては、この四角ポリゴン描画ってやつですね。これは一枚一枚あのポリゴンを貼っていくことが、描くように貼っていくことができる、えー、機能になっています。 でこの機能を使うちょっと前に、えー、シンメトリーをオンにしておきましょう。シンメトリーオフって書いてある、このボタンの、えー、左側の下矢印で、ワールド X に指定をしておきます。はい。<laughs> まあ、大丈夫ですね。で、えーっと、四角ポリゴン描画を、えー、機能を使います。 でこの機能はですね、えー、ちょっとざっくり説明をすると、4箇所左クリックを押すと、まあ、あの1枚のポリゴンって、えー、三角形か四角形で構成されますが、えー、四角形で構成してあげると、まあ、アニメーションがきれいにいったりとか、テクシャの伸びがあの、破綻がなるべくなく,なくなったりとかですね、するので、えー、四角になるための4つの点を、えー、クリックして作成します。そしたら、えー、シフトを長押しします。 えー、四角形のこのガイドが表示されるので、えー、シフトをずっと長押ししたまま、えー、左クリックを1回押すと四角形が貼られますで、えー、隣にですね、えー、2点追加して,してみます、えー、そしてまたシフトボタンを長押しすると四角形のガイドが表示されて左クリックで確定ですね、まあ、こんな感じで、えー、ポリゴンをですね貼っていくことができる、えー 機能になりますでライブサーフェイスをオンにしておくと、えー、このモデルに沿って配置ができるということですね。また、えー、と頂点の数はですねあの先にたくさん置いてしまっても大丈夫です。こんな感じですねで。シフトを押しながら左クリック、左クリック、左クリック、左クリックこんな感じの、えー、ポリゴンの配置の仕方もできます。 また、この配置した頂点とかエッジとかフェースっていうのは、左クリックあ、えー、あ、大丈夫ですね。左クリック、長押しで移動させることができますね。また、シフトを長押しして、このすでにあるフェースなんかの辺りを、左クリックを長押しすると、リラックス、あのスムーズの効果がですね、入ります。なので、 まあちょっと適当に配置したときにぐちゃっとなってしまっているときはシフトを押しながらこうリラックスさせてあげるとまあ簡単にですねあの位置を調整することができますでえもう一個ですねあのタブキーを押しながらえエッジを左クリックして伸ばしていくとエクストルードっていうまあ機能が働いてエッジを伸ばしていくことができますねこんな感じですねえそして ちょっといっぱい機能があるんですけどえっ、ー、とこの離れた頂点こことこことくっつけたいなっていう場合は頂点をもう片方のですね、えー、頂点に近づけてあげればいいですそうすれば自動的にくっつきます、えー、でもう一個、えー、機能としてはコントロールキーを押しながらエッジにマウスカーソルを近づけるとあのー、ループ分割 が、えー、加わりま,すまあその辺ですかね押さえておくべき機能としてははいまあ結構一気に説明しましたので、えーまあ、ちょっと引き伸ばしなどありましたら、えー、巻き戻ってみてみてください、はい、じゃあまあこの機能を使って全身、えー、をです <laughs> なんですけど、えー、リトポロジー進めていきます コツなんですけど、えー、先に、えー、ループにしておきたいベースをループさせておきたいところを、えー、先にポリゴン描画で描いていくというのがコツになりますまた、えーまあ、そのやり方は今からやりますけど、えっと、ポリゴンのサイズ感、まあ、どのぐらいの密度でこれ配置すればいいのかっていうところがわからない点だと思いますので、えー、そのポリゴンの配置の密度感もちょっと注目しながら、えー、チェックしてみてください で,はですすねやっていきます、まあ、目からですね始めるとそのループからスタートできるので、えー、やりやすいかと思います目の辺りはですね比較的、えーまあ、細かめにポリゴンを配置してあげた方が、はいまあ、破綻が少なく済みますのでいいと思います、まあ、逆にあのアニメーションが ほぼ変わらない部分に関してはどんなモデルでもポリゴン数はあの比較的す少なめにですね配置できるといいのかなと思います、まあ、ポリゴンの密度感としては、まあ、キャラクターの、あのー、サイズにもよるので一概には言えないんですけど、まあ、大体このぐらいとかですかねこのぐらい <laughs> でこんな感じで配置してあげたら さらに外側にですね。で、なるべくこの凹凸を見たときに、その凹凸のピークになるところに頂点が来るようにしてあげると、その、まあ、後々、データを、凹凸情報をベイクしたり、えー、するんですけども、<laughs> まなるべく形に沿ったですね、ベイクができるようになりますので、そのようにした方がいいですね。 はい、まあこんな感じですねで、えー、どん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 ループできる場所からですね進めていくといいですまあ鼻の辺りもそうですねあポリゴンとしてはこのぐらいですかねこれ後で、あのー、分割されなかったら追加したりとかですね いますんであとちなみにあの配置してしまったエッジなんかをえ消したいなっていう場合はえシフトえそしてコントロールを長押ししながら、えー、消したい箇所をですねマウスカーソル当ててあげると消すことができますフェースだとこんな感じシフトとコントロール長押ししながら左クリックねエッジループだとこんな感じですね この機能は覚えておいていいと思います <laughs>、はい、じゃあどんどんいきます今度口の辺りですね口の辺りは結構あのー、凹凸情報ありますけどもあんまり細かくやりすぎてしまうとちょっと大変なところもあるので、まあ、このぐらいが目安でいいかなと思います こでまあ横言うとちょっとこの上下であの数合わせた方がいいのでここ基準で数えた時に1211223344って感じで忘れるとまあ口閉じた時のこと考えるときれいにいきますね。 今回このモデルに関してはアニメーションまではえやることを想定していないのでまあこれ合わせても合わせなくてもいいんですけど実際はもしなんかキャラクターを作ったりとか個人的,とか個人的にされる場合にえー役立てた方がいいかなと思います はい。まあ、およそこんな感じです。<laughs> ちょっと顔のあたりは、あの、分割数が増えるので、えー、まあ、このぐらいの密度感を参考にしてみてくださいで。ここもちょっと一応ループにしておきますかね。まあ、いいか。はい。まあ、これはこれでいいと思います。じゃあ、えー、つないでいきます。この目と口のつながるところからですね、えー、シフトを押しながらポリゴン貼っていくとやりやすいと思います。 <laughs> で、えー、この辺りは、はい、この辺りは、えー、この辺りでですね、えー、と分割をちょっと入れてあげると、まあ、ちょっと分割がここ少なすぎましたので、はい、加えてあげるといいと思いますでこうですねこれまあ無理につなごうとせずにですね、えー、なるべく四角形の歪みもあの少ないように いるといいですこの辺ちょっと複雑になりますけど、まあ、この辺もですねそこまでアニメーションしてないので、まあ、およそで大丈夫かと思います。 はいえーまあ、ちょっと今、あの音なしでいろいろとこの辺つなげてきましたがあと気をつけておくこととしてはあのーまあ、ラインが見える場所に、えー、ちゃんとエッジを配置してあげることですね。例えば、この目の上とか鼻の上の辺りのこの辺のラインって一、まあ、つながりになっていた方が、まあ、き綺麗にいく場合が多いです。なんで このラインの、まあ、端のところをよく見てですねこんな感じで一つながりにしてあげるといいと思いますはいこんな感じですねでは、えー、先端のあたりもつないでいきます はいまあえー、およそですね、頭の上の辺りはですね、ポリゴンが張り終わったところになります。えー、ここで一旦ですね、あのセーブの話とかちょっとしておきたいと思います。えーとまあ、この作業結構、あのー、集中しているとそ、セーブするのを忘れてしまいがちなんですけど、えーまあ、ちょっとハイポリゴンのモデルも扱ってたりするので、えー、処理落ちなんかを恐れてですね、一旦セーブをしておきます。えー とまあじゃあセーブしますね。Ctrl-Shift-S ですね。よくないんですけど、デスクトップに置いちゃいます。トップアンダーで、これ、えー、四角ポリゴン描画の機能を使っているときには、この、えー、作業中の、えー、モデルは青く表示されますが、一度これ、 あの選択、えー、ツールとかに切り替えるとですね、あのまあ、いつも見ている、えー、水色の頂点選択とかした場合の、えー、表示に戻ります。<laughs> オブジェクトモードにすると分かりやすいですね。えーで まあ、ここのですね、あの眼球モデルなんかは、これリトポロジーするときにちょっと邪魔になってしまうので、えー、非表示に H キーで、モデル選択、非表示ですね。しておくのをおすすめします。はい。で、えー、再び、まあ、今作業中のですね、ポ、えー、リゴンの名前がポリーサーフェイスってなってます。これも、あのー、一度リレームしちゃいましょう。 エリマキアンダーバロー。はい、これで、まあ、何か操作をですね、えー、ミスってしまうことはないんじゃないかなと思います。じゃあ、エリマキローえりまロー、ローポリモデルの方を選択して、えー、四角ポリゴン描画、再度使います。こんな感じで青くですね、再表示されますので、えー、作業を続きから進めることができます。 はい、こんな感じで、えー、穴になっているところは埋めてあげましょう。じゃあ、えー、このあたりもですね、ちょっとつないでいきたいですね。まあ、あの、先にこっちのモデル作りましたけども、あの、後でもいいし、先でもいいと思います。とにかく全体にですね、えー、この後は、ポリゴンを貼っていきます。すべて一つ流れになるようにですね、えー、接続をし終えたら完了ということですね。 ですので、す、え、のーまあ、一旦ここからはですねミュートになって、えー、もうずっとこチちこ貼ちっていく作業になります。